야. 桐生さん、一見普通だが、どうやらいつものカムロ町って感じじゃないな。あんまり悠長にしている暇はなさそうだ。すぐにあんたのお兄さんを探そう。ええ。だがとりあえずその前に、あんたに言っておきたいことがある。ちょっとついてきてくれ。ああ、いらっしゃい。あ、キリュウ。伊達さん、久しぶりだな。どうも。
正直言うと、兄が18人殺した犯人とか、そうじゃないとか、真犯人が別にいるとか、そんなのはどうでもいいんです。私にとってお兄ちゃんはお兄ちゃんだから。あんたにはここで待っていてもらう。少しこの店で頭を冷やした方がいい。え？あ？何言ってんだキリュウ。こんなに切実に会いたがってるってのに。安子さん、もし冴島がすでに死んでいたとしたら、あんたどうするつもりだ。死ぬ気なんじゃないのか。え？これタバコ買ってくるから。
しゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。すみません。手加減しないぜ。そう。Yes. What? Yeah. いかにも。
真島の兄さん、真島の兄さん、キリュウちゃん、おい、どこへ行く。勝手に動くな。何があったんだ。うまいことはめられてしもうた。これでしばらく身動きが取れへん。誰にやられた？大吾や。なんだって？堂島大吾や。大吾が？おい、勝手に話すな。そこの奇妙、下がりなさい。公務執行妨害で逮捕するぞ。急ぎや、桐生ちゃん。全部の事件はつながっとる。25年前のやつも、100億の事件も、安子ちゃんのやつもや。なんだと？このままやと、俺らの登場会が潰されてまう。それに、今は安子ちゃんが危ない。お前しかおらん。あとは頼んだで。